こんにちは、パルトラです。今回はバンダイのムービーモンスターシリーズ3種をご紹介します。ということで今回ですね、ムービーモンスターシリーズの3種類をご紹介するということで、ちょっと前にね届いててレビューできてないものもあります。まずですね、このソルジャーレギオン、ガメラ2レギオン襲来に登場した怪獣ですね、宇宙怪獣。そしておなじみ新ウルトラマンの飛行バージョンですね。それからこれガメラね、ネットフリックスで配信されるガメラリバースに登場したガメラですね、アニメ版のガメラですね。この3種類になりますね。それではまずソルジャーレギオンから見ていきましょう。ということでですね、今タグを外しました、はい、こんな感じのタグになります。ソルジャーレギオンですね、はい、ガメラ2、わー、まあ、2つ折りのタイプですね。あ、ここにちょっと説明が入ってますね、身長3メートル、体重300キロだということですね。はい、こんな感じですね。それでは本体を見ていきましょう。あ、結構いい感じですね。このソルジャーレギオン、ちょうどね、先日マザーレギオンがね、Xプラスから大怪獣シリーズとして発売されてですね、でソルジャーレギオン欲しいなと思ってた時にうまくバンダイさんね、これ発売してくれたんで、非常にね、私としてはタイミングが良くてですね、非常に買いやすかったということなんですけどもね。あ、黒っぽい、黒かな、成型色は。足の部分とかにはね光沢がありますけど、胴体の部分はねちょっと光沢がないですね。でオレンジ系の彩色がねこう各部に施されててかっこいいですね。おー、この目がね意外と綺麗ですね、光沢あって。あら、リアルですね、劇中のイメージですねこれね。へえ、はいはい、この辺のね質感なんかもねいいですね、この凹凸感というかね。まあこのソルジャーレギオンもねなかなか面白い形してますね。このね足の部分、ここがね付け根から回転しますね。でこちらのね胴体の上の方についてるここもこんな風にね回転しますね。はい、そしてまだあるかな、はい、この足の部分ね、これここも付け根が回転しますね。結構ね可動部多いですね、いろんなポーズつけれそうですね。他はなさそうかな。ここはね回転とかはそういうことじゃなくて、これ柔らかい感じですね。ポーズはねちょっと固定はできないですけど柔らかいですね。はい、ここも比較的柔らかい感じですね。へえ、いいっすね。あー、こんな感じなんだね。あー、なるほどね、お腹の方もねこう細かいラインが入ってるんですね。これもなかなかね変わったデザインのね怪獣ですよね。ということでですね、大怪獣シリーズの実ガメラとマザーレギオン、これを一緒にね飾ってみました。まあ縮尺はね全然違うんですけども、こう飾った時にポスター的なイメージとしてねいい感じになりますね。サイズもねこれ縮尺通りでしたらねもう見えないぐらいのね米粒サイズになりますけどね、まあちょうど見やすいサイズでね違和感なく飾ることができますね。はい、
いや、いい感じですね。はい、満足してます。続いてウルトラマン飛行バージョンを見ていきましょう。こちらがタグになります。これ多分ね、新ウルトラマンのシリーズのタグ、これ共通だと思いますけどね。はい、こういう感じの、これまあ2つ折りのねタグですね。はい、飛行バージョンと書いてますね。今回はこの飛行バージョンということで、こういうね台座がついてましたね。こんな感じですね。この上にねウルトラマンを置くんですけども、これがねクリアだったらねもっと良かったんですけどね。でもうちょっと高さがあっても良かったと思うんですけどね。ということでウルトラマン本体、なんか以前にね、あの初代ウルトラマンのねこういう飛行ポーズのフィギュアをネットのね画像で見たことあるんですね。でずっとこの飛行ポーズのウルトラマン欲しかったんですけど、今回新ウルトラマンバージョンでね、これムービーモンスターシリーズからねこれ発売されたんで、もう即買いですよね。えかっこいいですもんね、このね飛行スタイルね。いや、かっこいい。こうして思わずこうピューってこういう感じで遊びたくなりますね、これね。下から見るとこんな感じか。いいっすね、ピャーってね。いいっすねこれね。上から見るとこんな感じ。かっこいいわ。同じムービーモンスターシリーズのねこの立ち姿のウルトラマンとちょっと比較してるんですけれどもね、まあ顔とかはまあ同じような感じですけど、あのねこの今回のこのね飛行バージョンのこのシルバーの部分の感じがね、ちょっとなんていう表現したらいいかな、荒い。こうして見るとね、あのまあ光当たってて分かりづらいですけど、あのこの立ち姿の方がね滑らかな感じの塗装なんですね、このシルバーの部分が。で今回ちょっとねちょっと荒い、ちょっと曇った感じ、光沢感が若干薄いかっていうね、そんな感じの塗装になってます。これ個体差かもしれませんけどね。こちらのね立ち姿とかの方のこういう鮮やかな綺麗さっていうのがねちょっとないかなっていうね印象はありますね。はい、まあこのポーズはね最高ですけどね。ということで同じムービーモンスターシリーズのウルトラマンを一緒にちょっとインスタントですけど並べてみました。結構いい感じですよね。スペシウム光線がね2種類、そして立ち姿が2種類で、後ろの方にね市販のスタンドを使って飛行ポーズという感じなんですけどもね。いやー楽しいな、こうして見るとね。はい、もう本当にね飛行ポーズ欲しかったんで今回は良かったです。はい、最後にガメラ2023を見てみましょう。タグがねこんな感じのものですね。おお、はいはい、ネットでよく見るね画像ですねこれね。目はグリーンですけどちょっと青っぽいグリーンですね。 G3 ガメラのイメージかな。でこれはガメラのね胸の部分、お腹の部分ね、この辺が光ってる画像になってますね。はいはい、裏側はこんな感じです。あ、これ説明入ってますね。身長は60メートル、体重800トンになってますね。はい、こういう感じのタグですね。それではガメラ本体を見ていきましょう。
なんかね、体の幅がね、厚みとか幅がすごくあるので、ものすごくボリューム感がありますね。こういう顔、首太いですね。なんか独特のこの表皮のデザインですね。まあアニメ版ですのでね。でこの甲羅がね、すごくこう岩みたいにデコボコした感じの、ものすごくねこう重厚感があるね甲羅になってますね。このガメラ、あのネットでね、予告とか告知動画をね見たんですけど、なかなか面白そうな感じでしたね。見てるとどうもこのゴジラみたいにね、このボディのこのラインがね光って、おそらくその後にプラズマ火球をねパッて吐くんじゃないかなと想像してるんですけどもね。でこの甲羅を見た時に、ネットの動画でね、なんか短編のもので予告編風に作ったもので、少年がねギャオスに襲われそうなところをガメラに助けられて、で10年後またガメラに会ったみたいな、ありましたよね。あのガメラのイメージがねこう浮かぶんです。こんな感じのね、本当に岩みたいなゴツゴツっとした、こういう甲羅だったと確か思うんです。すぐにねそれを連想しましたね。こんな感じのガメラだったように思うんですけどね。はいはい、意外とこれ尻尾がね長いんですね。これ今ね光で反射して余計に綺麗に見えるんですけど、このグリーンのメタリックですね、これがめちゃくちゃ綺麗ですね。でこの光り方ね、こういうところの光り方、これなんかね、確かね、小さき勇者ガメラのトトガメラがね、色は違いますけど、プラズマ火球吐く前にこのお腹のところこんな感じで光ってましたね。で今回この首のところも光ってますけど、ね、トトガメラをねちょっと連想しましたね。まあ足の裏こんな感じですね。やっぱりねガメラって言うとね、思わずこれね買っちゃいますね。で可動部ですけどね、この尻尾がねこの付け根から可動しますね、こんな感じでね。でまあ足はね、足可動しないな、腕ね、この先端がねこうして回転する感じですね。はい、稼働するのこのぐらいだと思いますけどね。首はこれ無理でしょうね、これね。これは無理ですね。はいはい。目のところもねこれ綺麗ですね、反射して。こういう彩色好きですね。これもグリーンメタリックですね。で口の中もねちゃんと下も造形されてますし、歯のねこの塗装も割と綺麗ですね。ちょっとこの下顎の牙がねちょっと短めの感じしますね。で首が太いな、こう本当に力強いイメージですね。いやまた独特のねなんかデザインですね。でも私これ嫌いじゃないんですね。こういうガメラもいいですね。ということで同じムービーモンスターシリーズのガメラちょっと横に並べてみました。これ G1 ガメラ、 G2 ガメラ、 G3 ガメラですね。で今回のガメラです。ちょっとね
なんか大きめな感じしますね、ちょっと大きい感じがします。ちょっと今ね背中の方を向けてみました。甲羅がねまたそれぞれいいですね。まあ G1 ガメラ、 G2 ガメラ、これはね割と近いね甲羅のデザインになってますけど、 G3 ガメラがね一番こうトゲトゲしくて細かく分かれたね甲羅になってますね。はい、これがすごく魅力的だったんですが、今回のこのカメラね、今度はね細かい岩がくっついてるみたいなね、そんな感じの甲羅になってますね。はい、これもね私嫌いじゃないですね。こういう甲羅悪くないと思いますね。いやー、このなんかね荒々しい感じがねすごく重厚感があって結構いいんじゃないですかね。ということで今回ねこの3体をね通販で購入したんですけれどもね、シン・ウルトラマンのシリーズなんかもねもうどんどんね異常なスピードでね発売されてきてますし、今ねコレクションルームがねちょっと倉庫みたいになってるので必死でねコレクションの整理をしてるんですね。ですからちょっとねこのフィギュアのね購入もセーブしながら買ってます。まあ後々ねシン・ゴメスとかいろいろまあ買い揃えてはいくと思いますね。このガメラのシリーズもねジャイガーとかヤオスとか出てきますのでね、でまあ買い揃えていくとは思いますけど今セーブしてますね。ということでですね、まあ今回ご紹介したのはバンダイのムービーモンスターシリーズのソルジャーレギオン、そしてウルトラマンの飛行バージョンですね。そしてガメラの2023アニメ版のガメラでした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。ということで今回はムービーモンスターシリーズの3種を、ああ、もう、また噛んだ。